ジュジュ選手のユーロフォーミュラーオープン第2ラウンド、スパでの予選結果。スパフランコルシャンで5月26日金曜日から始まったユーロフォーミュラーオープン第2ラウンドの予選が27日に行われました。ジュジュ選手は予選8位でしたが、良い内容の予選だったと言えると思います。ジュジュ選手、今回は無理をせずに完走することを目指して、しっかり周回を重ねるとのことが目標になっています。予選もそのことをしっかり実行していました。ジュジュ選手は他の選手と違い、予選では一度もピットインしませんでした。そして誰よりも多くの周回を重ね、コース習熟に時間を費やしています。タイムの上がり方も FP1 より FP2、予選と徐々にアップしています。特にテクニカルセッションのセクター2の上がり幅が大きくなっています。FP1 では速度に振ったセッティングで前回区間の多いセクター1で2番目に速いタイムを刻んでいました。しかしテクニカルセクションのセクター2ではトップと2秒以上の差がありました。 FP2 予選にかけてセッティングとジュジュ選手の習熟によるものと思われますが、セクター2でのタイムが上昇し、予選の最終アタックでは1秒2まで縮めています。元パークのルーキーチームともほとんど差がありません。この調子で3レースを行うことでさらに習熟していくと思いますので、もしかしたらルーキーのどちらかを上回る結果が出るかもしれません。ジュジュ選手の活躍が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。